解析料理での、瀬戸か、愛媛県産瀬戸んかの放送瀬戸かは、みかんかの常緑樹で、柑橘類の一種である。品種名は、早崎瀬戸、瀬戸内地と香りに由来する。1984年に、農研機構において、タンゴールの清よとアンコールを掛け合わせたものに、マーコットを交配し、育成された品種である。系統は異なるが、同じ交配パターンで、 別の品種として登録された柑橘として、霊鉱がある。セトカの人気が上がるにつれ、親が同じだということで霊鉱のブランド商標は、マサキと比較されるケースが見られるが、清見アンコールの系統番号は、セトカはナンバー2、霊鉱はナンバー5と若干異なっている。同じ後輩でも、系統で風味の違いを楽しむことができる。収穫期は、 育成地の長崎県で2月上旬から2月下旬。品種登録は2001年10月18日。日本における2010年の収穫量は3156トンであり、そのうち約70%が愛媛県で生産されている。年明け以降出荷される中盤間として、春見、白縫いとともに市場の評価が高く、海外からも注目されている。 禁煙種の冷孔よりも収穫時期を遅らせることができ、収穫後の長期保存性も良いとされる。トゲが多い品種のため、果実の表面に傷がつきやすい。栽培にあたって、高品質の果実収穫を目指すために、枝のトゲを切り取ったり、果実の袋掛けが行われる場合もある。下皮及び、錠のうまくが薄く、食べやすいことから、大玉の傷のない果実は贈答用として、 高値で店頭に並んでいる。長いトゲが果実の柑橘海洋病蔓延の原因や作業時の障害になるため、トゲなし系統の選抜が2001年より進められており2010年頃よりトゲなし瀬とかの苗も発売されている。果実の大きさは 200g から 300g 程度で単ゴールタイプとしては比較的大玉である。仮面は滑らかで美しく、下皮は非常に 薄く色も赤台だ色を呈している。ウッキカーの発生も少ない。アンコールの親品種である、キングマンダリンに似た香りがある。果汁糖度も13度から14度と極めて甘みが強い果実で食味が良い品種である。言葉ンクセとかとは。2020年3月23日閲覧。農林水産省登録品種データベース。 セトカ、ウェブページアーカイブより2013年7月23日、閲覧。農林水産省特産果樹生産動態等調査2013年7月23日、閲覧。ありがとうございます。